チャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。これだ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で呼吸をしておけよ。
今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。お出来だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。
気をつけろ。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言ったよ。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、
呼吸一回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリ、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現にここにいる。